はい、こんにちは、坂です。僕はですね、ブラジルでのサッカー経験や石間マリナのサッカー経験を生かしてサッカー選手目線での戦術解説を行っております。今回ですね、マリノス貯金の公開をやっていきたいと思います。はい、マリノス貯金はですね、1年間マリノスの試合結果に応じて貯金をしていくっていうシステムだったんですけれども、金額は今画面に出ているルールでやっているんですけども、勝ち点3で3000円、勝ち点1の場合は1000円、勝ち点0は0円で、無失点だった場合無失点ボーナスとして1000円、あとはゴール数 ×300円っていう形でやってきまして、今シーズンはですね、連勝している時期があったりして、まあその時は結構貯金額も高額になっていて大変だったんですけれども、逆にチームが不調な時は貯金額が全然なくて、それはそれで貯金もたまんないので、なかなかね寂しい時期もあったんですが、まあ一番やばかったのは8対0 FC 東京戦の8対0。よく聞かれるんですけど、この貯金の使い道はっていうことなんですけれども、まあそんなにこのお金を使って何かしようっていうことは特になくてですね、基本的には翌シーズン、来シーズンの年間チケット代とユニフォーム代にしようかなと思っています。基本的に僕がまず貯金が得意なタイプではなくて、ほぼほぼ貯金ゼロで過ごしている人間なので、まあね、こういう時期にまとまってドンとお金が出ていくのが厳しいので、そのためにやっているような貯金になってます。たまにマリノスが10万円の福袋とか出すので、まあ、それに使ってもいいかなと思ったんですけれども、今年はですね、大きい福袋がなかったので、まあ基本的には年間チケット代とマリノスのユニフォームを買うお金として使っていこうかなと思います。で、昨シーズンもやってきたんですけれども、昨シーズンと大きく変わった点はですね、昨シーズンはしっかり500円貯金みたいな貯金箱でやって、最終節ね、ハンマーで割ったんですけど、まああれだと思った以上にマリノスが勝ったことによって、お札を入れるのが苦労したので、今回はこういう箱になってます。切り箱になってます。昨シーズンとの大きな違いとしては、お釣り制度が導入されました。去年はですね、試合のたんびに、あ、この試合何対何だからいくらだって言って ATM 行ってお金作ってってやってたんですけども、今シーズンはもうね、お財布にあるお金をそのまま入れて、ちょうどなければお釣りをもらうっていう風にやってきました。もう小銭もこんなに溜まっていて、まあ、実際いくらあるか楽しみなんですが、昨シーズンはタイトルボーナスを設定した記憶があったんですけど、今シーズン設定したかし忘れたか覚えてなくて、まあ、タイトル取ったらいくらっていう設定をしていたはずなんですが、今年どうだったかな、まあ今年はタイトルなかったのであれなんですが、来シーズンはタイトルボーナスもねつけたいと思うので、で来シーズンは J リーグ、ルヴァンカップ、天皇杯と ACL もあるので、 ACL の分もタイトルつくようになっているので、まあ、来シーズンは今シーズンよりえげつめな貯金額になるんじゃないかと思って怯えながら期待しております。はい、それでは早速数えていきたいと思います。このね、貯金箱じゃないけど、これ結構良くて、こうスライドすれば使えるんですが、中はこんな感じになってます。なんかあんま入ってないな。あら、使ったっけ、あんま入ってないな。いや、お釣り制度使いすぎてお札が減ったんだ。去年は本当になんだ、千円札の試合が多くて、千円札の試合ってなんだ、4500円とか3000いくらとか、千円札で貯金することが多くて、まあ札束が、あら、なんか思ったより少ない感じするな。あらら、うわ、これ数えるのめっちゃ大変。小銭どうしよう。まずやっぱ100円玉から数えていこうかな。でもざっくり分けました。あ、ちなみに僕が今着てるこのトレーナー、概要欄からベースショップで買えますので、ぜひそちらもベースショップのフォローもよろしくお願いします。500円玉が多分お釣り制度で使ってほぼないの、2枚だな。もうブロック区分けできました。ここ100円のブロック、500円のブロック、1000円札、5000円札、1万円札となってます。1万円札こんな感じとね、1万円札数えるのが一番楽しみだけど、とりあえず100円玉数えていきたいと思います。とりあえず10枚ずつ、まあ多分余裕で年チケとかユニフォームを買うお金にはなってるはず。今年年チケはと払い戻しじゃなくて繰り越しみたいにできたから、多分そんなに今年の出費としては年チケはかかんないので。はい、やっと100円玉の集計が終わりました。100円玉がですね、まあこれ一束見えてるかな、10枚ずつになってるんですが、1、2、3、4、5、6、7、ああ崩れた、8、9、10、1、2、3、4、5、6ということで1万600円、100円玉だけで1万600円です。で、500円玉が2枚なので、こっちは1000円。はい、では次1000円の1000円札のカウントです。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、千円札は9枚、千円札9枚です。で、5000円札は1枚となっています。はい、では最後、1万円札です。結構あるんだよな、これが。では、いきます、1万円札。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。すごい、これ。12万円、12万円あります。1万円札だけで。すごい。見て、これ。やば。12万円ありました。はい。はい。それでは合計金額が出ました。合計金額は145,600円です。すごい。145,600円。マリノスの試合を見て、まあその結果に連動して貯金をしていくっていう方法はすごい趣味と貯金を兼ねているので、すごく楽しみながら貯金ができるのでめちゃくちゃおすすめなんですが、まあ一つ注意事項としては、設定金額を僕みたいに高額にしてしまうと、毎週末マリノスのスタジアム行ってお金使って、で家帰ってきてマリノス貯金でさらにお金使ってって言って倍お金かかるので、設定金額はくれぐれもお財布に負担ないようにやってください。僕はもう貯金できないっていう性格なので、翌年ねマリノスの年チケ買えないとかユニフォーム買えないっていう悩みを作りたくないのでこの金額にしているので、ぜひ皆さんは適切な設定金額のもとマリノス貯金楽しんでもらえればと思います。どうしようこんなに年チケも昨シーズンね払い戻しになる部分が翌年の年チケに一部当てられますよって不足分だけ払ってくださいっていう形だったから、あんまり金額も上がらずユニフォームもまあ2万円前後ということで結構余るなこれ。よかった本当に。というわけで今回の動画はこれで以上になります。ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。